こんばんは。なんともね、微妙な時間なんですけど、ね、これから僕もちょっとインストルメンタルを何曲かね、ちょっとやらせていただくので、よろしくお願いします。岸辺さんの曲をね、何曲かやられたんですけど、ね、岸辺君というのは、岸辺君って言っちゃいましたけど、彼とね、僕2つ違いで、家が近くでね、中学校ぐらいに、ちょっと、知り合いで、ね、ちょっとギターを聴かせてもらったこともあったんですけど、やっぱりその当時からね、彼ってギターむっちゃうまくてね、もっと仲良しとったらね、よかったなと思う、今日この頃なんですけど、多分今でもね、多分僕のことを彼は覚えてないかなと思うんですけど、それで、ね、僕大体いつもね、北摂地区、茨城高槻あたりでね、ライブをさせていただいてるんですけど、で、こういうインストルメンタルの曲と、それから歌物のカバー、これをね、僕大体半分半分でやってるので、ちょっとね、ここから2曲続けて、昭和のね、ちょっと曲を、やりたいと思うので、多分、ね、今日こっから見る限り、平成生まれって人はいないですよね。皆さん昭和ですよね。うちの娘、平成生まれ。あ、娘は。
ですけど、あの僕ちょっとね、事件、まあ、事件っていうほど大したものじゃないけど、ね、2つほどね、ちょっと出来事がありまして、まず1つはね、今週の月曜日ぐらいにね、仕事中にこの小指をね、突き火しまして、でこのね、今日のライブにこれ間に合えへんかどうしようと思ってね、痛くって、まあ、それはね、とりあえず昨日、一昨日ぐらいね、一応痛みはなくなったんで、ただ、ね、見てもらって分かるように僕指はね決して長くないんでね、このね短い余計短くなったんじゃないかなって心配もしてるんですけど、ほいでね、もう一つ言うのはね、おとつい実はね、僕やっぱり今もちょっと喋りにくいんですけどね、口吐いたらあかんなと思うんですけど、前歯がね折れましてね、ほいで僕ね、お酒大好きなんですね。で僕のことをよく知っている人はね、お前また酒飲んで自転車こけたんやろって言うんですけど、でも顔見たら傷ないじゃないですか。違うね違うね、何でかけたと思います？分からへんわね。奥さんに叩かれた。え、奥さんに。すいません、僕一人もんです。すいません。あのね、実はね、かりんとう、あれを前でね、カッと神田さんにね、あれと思ったら前歯がかけちゃいました。おいで、僕ね、ただ思ったのは、ああ歌を歌う人出なくてよかったねと思ってね、歌を歌う人は結構口開けなね、ダメじゃないですか。だからとりあえず、あ、今日もね、歌を歌う携帯ではないので、とりあえずできるだけね、口だけは開かないように、やろうかなと思ってます。Thank you.
なんかね、僕は一緒そうなんですけど、別にね、歌を歌うわけでも、ね、ステージを走り回るわけでもないのに、なぜかね、ただただしれーっとギター弾いてるだけなのにね、なぜか汗かくの、これなんでなんでしょうかね。で、ある人にね、聞いたらね、それ、更年期ちゃうか言われてね、そんな更年期ないよ。じゃあ、今男の人もね、更年期あるらしいんでね、一回ちょっと病院もね、行かなきゃなと思うんですけど。で、ね、ここでちょっとチューニングを変えるという作業をするのでね、この間皆さん、オーダーするなり、ちょっとお話するなり、ちょっと お時間をください。今日はね、本当ほとんどの方がね、今日あ僕初めての方ばっかりなんですけど、さっき森崎さんどこ行ってもだ。ね、森崎さんね、ライブの時って全部チューニングは一つですか？いろいろやります。あ、そうです。でこの後もね、何組か出られるんですけど、ね、またインストの方もおられるのかなと思うんですけど、それでは次はまた歌のね、カバーちょっと一曲聴いてください。